ンスケです。このチャンネルは DJ エルンのマスクマンアーロンが独自のプロレス感を語るものです。動画内では選手の継承を省略させていただくこともございます。 YouTube 活動の励みになりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではスペームスフントス、一緒に楽しんでください。ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のバハロンです。はい、東京女子プロレスレッスルプリンセスが素晴らしい興行であったということで、1試合ずつ振り返っている東京女子プロレスウィークね、開催中の PJLL でございます。まあね、1日でね、10本動画撮るってね、なかなか大変よ。ということで、今日は行ってみたいと思います。今日は第3試合ですね。はい、第3試合、第5代インターナショナルプリンセス王座決定トーナメント準決勝、時間無制限一本勝負でございます。はい、ノア光バーサス真由美未来ということでございます。まずは選手紹介からいきたいと思います。ノア光選手、デビューはですね、2018年、1.4 東京後楽園ホールでございます。小さい頃からプロレスファンで、高校時代に一度東京女子プロレスの練習生に応募したこともありますね。はい、でアップアップガールズかっこプロレスとして、リングに上がる夢を叶えておりますよということで、2019年4月より牧夏美とのタッグチームパンデミックブーブーとしても活動ということなんですが、まあ、牧選手がスターダムに行ってしまったので、まあ、タッグとしてはね、特に活躍しているわけではないですが、この東京女子のインターナショナルプリンセス王座決定トーナメントで優勝すればね、インターナショナルプリンセス王座が手に入るということで、シングルプレイヤーとしての名が上がるということでね、非常に気合が入っているところではないかというふうに思われます。対する挑戦者じゃないね、対する相手はですね、真由美未来選手。デビューはですね、2019年の5月3日東京後楽園ホールでございます。岩手県宮古市でいいのかな、宮古市生まれで、小学生の頃東日本大震災に被災、リアルジャパンプロレス主催した巌流島での震災チャリティー大会に招待され、初めて見たプロレスに感動し、自分もプロレスラーになることを決意、柔道を続け高校を卒業し上京、東京女子プロレスで念願のデビューを果たす。自分がプロレスに元気をもらったように、東北に元気を与えられるようなプロレスラーが目標。新馬久志氏と佐山悟氏も全面バックアップを宣言しているということでございます。はい、まあね、佐山悟さんといえば初代タイガーマスクということで、新馬さんといえば新日本プロレスの仕掛け人ということでね、まあいろいろ、今はリアルジャパンプロレスですかというのをされているということみたいで、まあ、そこつながりで東京女子に、真由美選手は来ているという流れでございますね。はい、でこのインターナショナルプリンセス王座というものなんですが、もともとはですね、サンダーロサ選手が保持していたベルトでございますが、まあ、コロナの影響もにもより、返上されたという形なんですよね。なので、まあ、それによって開催されたこのトーナメントと、まあ、前段階ではですね、この試合にレッスルプリンセスに至るまでの段階ではすでにトーナメントが行われていて、この2人とこの次の動画でご紹介する、まあ、上福幸選手と中島翔子選手の4人がこの王座にレッスルプリンセスでワンデートーナメントとして挑戦するという形になっております。はい、でこれね、煽り VTR があるんですよ。煽り VTR ね、皆さんビッグマッチといえばね、どうなんですかね、皆さんとしてはそんなこともないのかもしれないですけど、僕はやっぱね、ビッグマッチじゃなくてもそうなんだけど、プロレスのその試合の感動度を高めるものの一つとして、僕はね、やっぱね、煽り VTR ってね、やっぱね、必要なんじゃないかなっていうふうには思ってる派なんですよ。要はこの試合はなんでこの2人はこの試合で戦わないといけないのかとか、そういう、じゃあその戦うにあたってこの選手たちはどんな気持ちを持って戦っていくのかっていうの
のをね、その短い VTR で分かりやすくドンって落とし込めるっていうのが僕は煽り V だと思っているので、まあこのね、やっぱ煽り V がある試合っていうのはやっぱ気持ちが入りやすいなというふうにはやっぱ思ってます。で、その煽り V がね、非常にかっこよい。4選手のそれぞれの、なんていうか気持ちをちょっとずつピックアップしてて出来上がっている煽り V になってますので、まあ、非常にね、かっこいいなというふうには思っています。やっぱね、煽り V いいよね。煽り V あってこそ、ビッグマッチっていう感じがね、僕は、非常にします。で、それに関してはノアも一緒でね、で逆に新日は最近煽り V がなくなったなっていうところもあり、まあ、その辺が各団体のいろんなスタイルチェンジを物語っているのかなというところもね、考察の一つの材料なのかなっていう感じもしてますね。で、まあ、正直言うとですね、この前海未来選手と野輪光選手の対戦なんですけど、まあ、僕はですね、正直前海選手かなり推してまして、まあ、それはやっぱり今年の 1.4 で見た瞬間に、ああこの子っていうね、瞬発力だったりとかパワー、そしてもちろん身長体格っていうものを考えても、あ、この真由美選手は必ずこれはチャンピオン格に上がっていく、チャンピオンになっていく選手なんじゃないかなっていうのを感じたので、直接現地で見て、だからそれは僕はもう真由美選手ちょっと推してる感じなんですよね。で、まあ、ノア光選手は、まあ、アップアップガールズ過去プロレスっていうことで、まあ、アイドル活動もありながらっていう感じなんですけど、まあでもね、だから真由美選手がね、僕余裕でぶっちぎっていくのかなって思ったんですよ、の対ノア光に対して。だけど、まあ、序盤はやっぱりそのパワー中心で真由美選手がどんどん押していくんですけど、それをですね、やっぱりこうかわしたり耐えたりしながらも、まあ、受けていく、まあ、光選手、まあ、自分のペースにね、徐々にこう展開を持っていくんですよね。なのでパワーでガンガン最初押されちゃうんだけど、そこをこう自分のペースで引き戻していくっていう、このノア光っていう、このプロレスラーとしてのノア光っていうのが、おやって、なんか僕が前見てたのとなんか違うっていう、やっぱすごいなと、やっぱ変わっていってるんだなっていうのをなんかすごく感じた展開がありましたね。うん、まあ、言うてね、なんかこう結構パワーで押されてるんじゃないかなって思いながらも、やり返すときには、こう、ノア選手はこう、テレビカメラですよね。テレビカメラに向かってこう、ピースサインをしてみたりとか、結構余裕な、ね、ある展開だったなと。で、あとは独自得なちょっとしたジャベをね、こう、使ったりとか、ノア光選手ですね、独特なジャベを使ったりとか、まあ、グランドコブラで、グランドコブラ、崩れちゃったのかなって思わせて、そこからのローリングクレイドルとかね、出してみたりとか、ね、結構ほんとじわーって思いながら、あれって思いながら、あれこれノア光の世界観っていうのがもうシングルの中に出来上がりつつあるのかなっていう風に思いながらね、見てましたね。で、まあ、真由美選手もですね、それに負けず劣らずというか、反撃ののろしをね、こう、アームロックでこう、反撃ののろしをね、上げていくんですけど、まあ、新日で言えば、こう、櫛田選手が使ってたようなね、ホバーボードロックっていうね、技に非常に似ているんですが、まあ、で、そのホバーボードロックを決めて、結構えぐいなと。やっぱ体重差はあるから、真由美選手が上に乗った状態で、アームロックがっちり決めていくと、もう逃げられないんじゃないのこれみたいな。でも、まあ、必死にノア選手は逃げていって、ロープでね、ロープエスケープするんですけど、ね、こう、その後、だからそのアームロックをがっちり決めた後に、ノア選手を立ち上がらせての、もう勢いのあるね、ラリアット2発をカホン、カホンって入れていくんですよ。ノア選手が、ドカーンつってラリアット。で、うわーっつって、これはやっぱパワーの前弓だわーって思いながら見てたんですけれども、まあ、それを切り返して、光選手がね、ブリザードスープレックスを使うんですよ。どうですかね、皆さん。まあ、僕はね、もうブリザードスープレックスって聞いたらね、もう、新日本プロレスの飯塚さんしか思い浮かばないんですけど、鈴木軍に入る前のね、飯塚さんぐらいしかね、思い浮かばないんですけど、いやー、ここでブリザードスープレックスっていうのを使うようになる、使い手が出てくるのかというのをね、こう聞いたときに、まあその、なんだろうな、昔憧れを持って見ていた新日本プロレスの姿を、
東京女子に見るっていう、まあ見るっていうか、まあ東京女子でそのブリザードスープレックスの使い手が現れるっていうのがなんかね、エモいなと、俺の中でエモいわっていう気持ちになって、でしかも、まあノア選手多分体が柔らかいんでしょうね、両こうブリザードスープレックスのホールド体勢に入った時に両膝をついてグワンってこうブリッジでロックするっていう、ホールドするっていうね、まあ非常になんか独特なブリザードスープレックスを 見させていただいてですね、いやノア光すげえなというふうにね思いながら、まあ見てました。でまあこの試合が終わった後にですね、試合後まあ負けたね真由美選手がね非常に悔しがって、もうリング上でね、もうあの別にマイクで喋ってるわけじゃないけど、まあどっかにあるマイクがねその声を拾ったんでしょうね、うわーって言ってギャン泣きしてるね、ギャン泣きしてるその声がね伝わってくるっていうね、あの画面の向こうから、それがまたねなんか非常に、あー真由美ちゃんっつって、真由美選手この悔しさは次の糧になるよっていうのをね、あの思わせてくれて、まあ本当にだからこういったあのね欲しいベルトに向かっていくだけど叩き潰されたこの真由美選手というのがね、あのこの次何を見せてくれるのかっていうところがねまた本当に楽しみかなという感じがしてきましたね。まあ、いずれ、まあ、真由美選手もね、非常ににこやかな、こうなんていうんですかね、のんびりとした田舎らしい笑顔をねこう見せてくれる選手なんですけど、最近はその試合に対する時の入場から結構キリッとした表情で入ってくるっていうのにスタイルチェンジこうねしてるような感じがありましたから、もう真由美選手はねもう本当にあとは経験と勢いねぶちかますっていうもので僕はいいんじゃないかなと、今のところはねそれでいいんじゃないかなという感じがしております。はい、まだ1年ですからねデビューして、まあ、むしろまあ皆さんもしこの試合を見ていただいた方がいらっしゃればね、考えていただきたいのはこうデビュー1年の選手がこんだけやりますよっていう恐ろしさっすよね。だから東京女子の選手ってこうなんていうんですかね、基盤っていうかその格闘技経験があるなしに関わらず、まあ、非常になんか成長が早いっていうのが僕の中では印象があって、なので試合に関しては成長がすごく早いので、あとはもうパフォーマンスとかそういった部分なのかなっていう感じはすごくしています。で、まあ、今度これどこまで入ってくるのか分かりませんけど、剣道家臣選手が元 WWE のコーチをやっていたね、剣道家臣選手が東京女子のコーチを買って出るっていう内容が起こってて、まあ、どこまでこう入っていくかわからないですけど、まあ、本当にうまくすごくいい作用がね反応がね生まれるといいかなという感じはねしていますので、だから試合の成長度合いっていうのがね東京女子の選手はめちゃめちゃ早いんじゃないかなと、まあ、他のところはあんまり見てないんで僕は何とも言えないんですけど、デビュー1年でここまで、ね、来ますからねすごいなと思いながら見ています、はい、ということで、まあ、皆さんからのコメントもお待ちしておりますが、東京女子ちょっと見てみたいなと、どういうことやってんのかなちょっと見てみたいよねっていう方はレッスルユニバース、ね、入っていただけると見れるようになっております。はい、レッスルユニバースは DDT 東京女子ノア頑張れプロレス路上プロレスね、これが一つのサイトで全部見れるというですね、しかもどの団体も毛色が違ってて面白いというですね、まあ非常にね楽しめるビデオオンデマンドサイトになっておりますので、まあぜひねお試しいただくといいのかなと、まあとりあえず入ってみて一回、まあ1000円ぐらいですか、1000円ぐらい、1ヶ月1000円、初月無料だけど1ヶ月1000円ぐらいかかりますけど、まあ一回入ってみてで、まあ1000円ぐらい払ってバーパーって見てみてんって思ったらやめればいいじゃないですか。ビデオデマンドの特性ってそういうところありますからね。なんかずっと入り続けないといけないみたいな前提で結構考えてる人いるかもしれないですけど、もう嫌だったらすぐやめられるんで、はい。なので一回入ってやめるという感覚でもいいのかなと。まあそのために1000円、お試し料1000円払うみたいな感覚ですよね。で、やってもらうといいかなというふうには思いますので、ぜひ、レッスルユニバースもね、見ていただければというところでございます。はい。ということで、
皆さんからのコメント、チャンネル登録、高評価、いつでもお待ちしてるぜ。ということで皆さん、じゃあ今日も東京女子の締めでいきますよ。ハンバーグ食べてハッピーハッピー。